お客様です。藤谷美希ちゃんです。おはようございます。おはようございます。今もあの父の日というのでね、はい、何も送ったことがない。マイクちょっと使いましょうね。すいません、まあ、お父さんはね裏があるわけですよ、これ送るのはね、はい、だから何かあげといた方がいいですよ。そうですね、はい、母の日とかはよくあげるんですけど、お父さんっていうと印象が薄いもんで。お父さん印象薄いで、美少女コンテストに選ばれて、はい、でプロとして東京へお母さんと出て行って、はい、でお父さんは名古屋で待ってはるわけでしょ一生懸命仕事して、はい、しかも印象が薄いなんて言われたらお父さん立つせないですねこれ名古屋映ってないからよかったですけどね。よかったさて、まあ、美少女と第1回昨年のですね8月大変なもマスコミにも取り上げられましたね。そうですね。でその国民的美少女、どのあたりが国民的だと思いますか？はい、いや私はもう全然そんな風に思わないんですけど、うん、なんか周りの皆さんがそう言ってるんで、あそうなんですかっていうしかないですね。後藤久美子ちゃんと、はい、は会ったことはあるんですか？あります。あるんですか？イメージガールみたいな感じだったんで、そのコンテストの、ライバル意識は持ちません？いいえ、もうすごい綺麗な人で、いやいやそんな負けてませんよ私後藤久美子ちゃんも前チャッと見かけたことがあるんですけれども、ね、全然負けてはりませんわ。ねえ、年もよう似てはりますし、これからますますご活躍になっていただきたいと思いますが、はい、今日の歌はですね、応援してるからねという曲でね、はい、7月の6日に、2枚目のシングルで発売になりまして、はい、まあ、これを歌を聴いてですね、絶対に、野球部に入ろうと思ってる人もいると思いますし、今高校野球でですね夏の甲子園を目指して頑張っている球児たちはですね、はい、この応援してるからねという藤谷美希ちゃんの歌を聞いて今日も学校行って練習すると思いますから、はい、今日も頑張って歌っていただきたいと思います、はい、それでは、7月6日発売の藤谷美希ちゃん2枚目のシングル応援してるからねお願いします